おはようございます。リキューです。ウェルエイジングアワー朝のウォーキングラジオをスタートしてまいります。皆さんお帰りございませんか。東京を流れる隅田川のほとりを歩きながらエイジングと介護その情報をお伝えをしております。今日は風もなく穏やかな10月の今日は7日かな、を迎えておりますが、なんとなくですね、私このこういうふうに朝のウォーキングラジオウェルエイジングアワーをやりながら、これっていうのは歩きながらいろいろ考えるわけですよね、YouTube を聞きながら歩いている、あるいは昨日の仕事をやってそれを振り返っている、今日はこれをやらなくちゃいけないなというものをちょっと意識している中で、常にエイジングと介護というところに意識があるんですね。そうするとこの朝のウォーキングラジオウェルジングアワーは私の日記みたいなもんだなというふうに思います。これをしなければ歩いている1時間くらいに私が考えたり整理をしたりしたことがちょっと私の中から消えていくって言いますか、忘れてしまうんじゃないかなというふうに思ってるわけですね。それをこういうふうに歩いて朝日を浴びてセロトニンを受けて脳を活性化させながら考えてこと、あるいは入れた情報、整理した情報をここで少しアウトプットすることで記録として残る。これをしなければ今日考えたことは多分忘れてしまうんじゃないかなというふうに思うんですね。もちろん無意識の中に蓄積されていく記憶としてはあるのかもしれませんが、こういうふうに音声にして残しておくということはある意味有意義だ、私にとってですね。それにお付き合いいただいて聞いていただいている皆さんには本当に感謝を申し上げる。もちろん聞いていただいている人がいなければ続けられないし、いいお話って言いますかね、有意義なお話を整理しようという意識も薄らいでいくので、ただただ自分に向き合って何かを語ってるということじゃなくて、誰かに届けたいという意識は当然働くんですが、私のこの音声日記を聞いていただいてありがとうございますというような、そんな印象で今日もお話をしていきたいというふうに思います。今日はこの感動介護シンクロニシティと介護というテーマでお話をしたいと思います。ちょっと難しいタイトルですが、皆さんよく聞くこの共時性、あれ偶然にこういうことが起きた、困ってる時に助けてくれる人がいるとか、昨日こんなことを考えていた、例えば A さんのことを考えてたら A さんから電話があったとかですね、例えば私だと最近中国の方々とのディスカッションが多いので、中国の高齢社会というのを考えていると、朝歩いている人に中国の方が増えたなとか、あるいはニュースでたまたま中国の高齢社会の話が出てたなとか、そういうことが継続されて、シンクロニシティ、共時性、偶然性というものが何回も何回も起きていくということですよね。それをこの物理学的っていうか科学的に証明しようというふうに思うと、統計学的には起こり得ない、そう何度も何度も起こり得ない確率の中にそういうことが起きるという不思議さがあるというふうに言われています。ただこれをにわか勉強のユング心理学、河合隼さんの話などを学んでいくとですね、なんかつながってくるところがあるなというふうに思うわけですね。この野口義則さんは引き寄せの法則というふうに言っていて、自分が意識していることを引き寄せるというふうにおっしゃってる、こちらの方がなんとなく分かりやすいんですけど、例えばこういうことですよね。今日なんかまとめなくちゃいけないというふうに思っているときに、たまたま YouTube でこの情報が入ってくる。これは YouTube の例えば検索機能とか、あるいは TikTok で言うとレコメンド機能が働いて、自分が検索したものとか
私が普段見ているものに AI が勝手に私に情報を提供してくるんで、それはたまたまテクノロジーのお話ですが、それの中に偶然性というか必然性を感じている私がいるわけですよね。石川さん、田村さん、おはようございます。ということは、なんとなく私なりの解釈で言うと、この共時性、偶然起きた意外な出来事ということが、実はちゃんとこの心理学上といいますか、テクノロジー的に見てもつながっているっていうか、ちゃんとした理由があるというふうに思えてきてならないということです。もちろんユム心理学のユムとか河合彩さんとか、あるいはもっと数理学者の方々も、これをちゃんと自分なりに解釈しているというふうに思うわけですね。これが欲しいと思ったら、やたらめったらそれが目につくということ。ただこの車が欲しいなというと、なんかその車がやたらめったら走ってるように見える。これを引き寄せの法則、自分の意識が目の前に起きている現象を受け止めている現象というふうに、まあ、専門家は心理学者はおっしゃってるわけですよね。ですから本当はたくさんのことが目の前に起きているけど、それを自分の脳が受け止めていない。でもそれにフォーカスした瞬間に脳がそれを受け止め始めるということ、としたらですね、これを極端な私の解釈で言うシンクロニシティ、共時性としたら、やはりそこは自分の知識とか、あるいは情報だとかがベースになっていているということなんじゃないかなというふうに思うわけですね。例えばですね、これも最近整理したばっかりの情報ですが、自我というのは意識だそうです。自我、意識している自分ということですよね。そしてそこに無意識、意識していない無意識を入れていく、これを自己というらしいですよね。自我と自己は、ですから心理学とか定義的に言うと違う。で、重要視されているのが無意識。この無意識で実は心を病んだり悩んでいる人がいる。これがユム心理学の夢分析に言われる無意識が夢になって現れて、でもそれはかなり難しい分析をしていかないと、単純にこういう夢を見たからあなたはこうだとか、雨が降った夢を見たから今日は雨が降るとか、そういう単純なことじゃない。もっともっと深い無意識がいろんな積み重ねたり、意識と連動したりしていってですね、その無意識が見えてきて、その人がも見えてくる。これが例えば臨床心理学の、まあ、テクニックって言いますかね、一つの手段になっているらしいということですね。ですから徹底して聞かなくちゃいけない。たまたま起きたんじゃなくて、自分のこの無意識とか意識の中に引き寄せられてくる、今目の前に起きていること、あるいは出会いとか現象が自分の脳が受け止めた瞬間なので、何億回に1回あるんじゃなくて、自分の意識に引き寄せられるということらしいですよね。皆さん分かりますか？私も話しながら、にわか仕込みの学びを整理している、それを日記にまとめているレベルなので、そういうご理解で聞いていただくと嬉しいですね。石川さん、田村さんが聞いていただいているので、ちょっと今、例えばプレゼンですよね、介護ビジネスグループコンサルピッチ大会、このシンクロニシティというか共時性というふうに見るとですね、やっぱりそこには意識と無意識、自我と自己が存在している。これは何かっていうと、やはりね、過去なんですね。過去の中にあった自分というのが、この独自資源、自己資源、自分って何者なんだろう、急に今日の私が出来上がったわけじゃない。過去の蓄積の中で自分が出来上がっているけど、多くは無意識の中に閉じ込められている、あるいは意識としてずっと引き継いできて、自分がやりたい仕事だとか
あるいは好きな人だとか目指すものっていうものを目指して今の仕事をずっとやってきた、それを他者に伝えるという時に、実はこのシンクロニシティあるいは引き寄せの法則が働いているということですよね。過去を振り返る、歴史から学ぶということは、このシンクロニシティを今の私あるいは未来につなげていくビジョンに向かってこれを上手に引き寄せている、その活動なんじゃないかというふうに私は解釈して、今日そういう整理をして日記として音声でお話をしているというようになるわけですね。例えばその課題を持って、同じような課題を持っている人、まあ、エイジングと介護に興味を持っていただいている人がこのポッドキャストを聞いていただいているとしたら、かなりの部分シンクロニシティが働く可能性があるわけですよね。全く興味がない人はここに多分来ないし、話にも興味を持ってくれないだろうと思うんですね。でも興味がある人はたまたま聞いている、あるいはいつも習慣的に聞いていただいてありがとうございますって人もいるんですが、その人が、あ、昨日考えてたことと今日聞いた話はなんか一致して、そうだ一緒なんだ、あるいは小川さんと同じなんだというシンクロニシティを持ってくれると、そこには心が動いて、要は感動が生まれて共感していく、心に残っていくということですよね。そういったことをこのあえてこのプレゼンというものに置き換えていくと、このシンクロニシティを作り出す、共時性というものを作り出す、引き寄せの法則というものを少し意識した伝え方、あるいは自分らしさを伝えるというところに、プレゼンの、まあ、あえてこうテクニックという言い方を言うとですね、そこなんじゃないかなというふうに今日の私は解釈をしていますということになると、共時性シンクロニシティというのは自己なんだ、自己というのは自分だということ、その自分の振り返りの中にしか実は見出すことができない何かがあるということに私は気がついたということですよね。なんかね、ちょっと非常に面白い、あの私なりの発見なんですね。例えばタイとか中国の方々に日本の介護の歩みを伝えている、これも過去であり歴史ですよね。で、相手は日本はそうだけど自分たちの国は違うというふうに思って聞いているわけですよね。ただしこう理解を深めていく中で、あ、そうだというふうに思う瞬間があると思うんですね。それはおそらく無意識の中にあるところにアプローチをしたとこの時じゃないかというふうに思うわけですね。例えば高齢者が増える、介護が必要になる、認証になる、そうすると車椅子が必要になる、介護の教育が必要になる、こういったことは意識としてわかる。でももともと親と暮らして親を大切にしたいと思っていた、そういう自分でも今は離れて暮らしていて面倒くさいなとか、親の介護を考えると自分の人生が壊れていくんじゃないかというふうに思っている自分がいる。でもあの時親は私を大切に育ててくれて、私にパンを与えてくれた、私にミルクを与えてくれた、優しく頭を撫でてくれたっていうことが、これって、まあ、無意識じゃなくて意識の中にあるとしても、久々にそういうことを思い出してそこにシンクロニシティを向けていく、共時性を求めていくと心が動くんじゃないかなというふうに思うわけです。あなたの本質は親を大切にすることじゃないですか。人間として生きていくときに命をつなぐこと、この子孫を残すこと、それが人として大切なことじゃないですかって言われたときに、要は無意識の自己がそれを受け止めて、そうだと思って今意識している介護のお仕事にアプローチがかかっていくんじゃないかというふうに思う
るんですが、いかがでしょうかね。ですから、この深層心理とかシンクロニシティとか、そういうこの心理学的な言葉、あるいは専門性というのはちょっと無視して、私がどう捉えたかというふうにご容赦いただきながら聞いていただければというふうに思いますが、過去を振り返る、自分を見つめ直す、自分の無意識というものにいかにアプローチしていくか、そこはたまたま聞いたお話、たまたま出会ったことというよりも、そうじゃなくて自分の無意識に何かがポンと入った瞬間にそれが引き寄せられていく、再現されていく、ひらめきとか直感というものも単なる思いつきじゃなくて、思いつきは今持っている記憶の中にポンと入った何かが刺激を与えて記憶が再生していくわけですよね。そういうシンクロニシティ、そういう伝え方、そういう高齢社会における介護というのを少し整理をしているわけです。ちょっと分かりづらい説明をちょっと しましたが、私の中ではこれは非常に重要なテーマになっているので、あえてお話をして日記として記録を取りましたということですね。はい。おうち電信部の田村さんからコメントいただいたのでご紹介しますが、意図的になりたい未来を意識して意識を選択しようと私はしていますということですね。おそらくそこには田村さんの過去があり、無意識があるんでしょうね。意識してというのは意識ですけど、まあ、それは今日の私の整理で言うと自我ですけど、おそらくその意識の奥深くにある無意識、自我、自己というものが多分あるんだと思います。それを見つけられて他者に伝えることができたらいいなというふうに私も思いながら、この過去を振り返って自分の歴史をまとめたり、いろんな人のお話を聞いています。はい、コメントありがとうございました。さあ、これを今日もちょっと整理をしようというふうに思っているところですよね。ぜひ先駆者から学び、心理学者から学び、今までやってきた自分の整理をして、自分たちと違う文化、高齢化率を持っている国々に伝えるために、私が整理している一つのプロセス、引き寄せられた私というふうに思います。田村さん、コメントありがとうございます。皆さんも良い一日をお過ごしください。またお会いしましょう。